もう世間的にはですよ。えー、あのこう、お子さんを出産されて、ああ、おめでとう。ええ、ええ、そんなお母さん初めて見た。えー、もうあのえー、今ね、初めて、あの一緒に、そう、あの仕事している作家さんが横にいるんですけど。そうそう作家さん、今メモが、動きが小島よしおだってあ<ー>。<laughs> 美容師のものまネが完全にアクリルにぶつかりました完全にとやっぱ万博ですねそうそう確かにサンミュージック所属じゃなかったですよねそうなんですミュージックリなんですよミュージック繋がりミュージック繋がりサンミュージック業務提携してるみたいけど違うの。 いやだからお子さんが生まれてラジオに実は僕はアニメジャパンで松岡君もいイベントでお会いしちゃってるんでなんとなくですけどリスナーの方とかだと結構五十歳を初めて友達さんの声聞くとかいう方もいると思うんですよ。今何ヶヶ月月おお子ささんんもうぐらいにになりますね結構それっってて母よは もう全然あのこう一番こう寝られなくて苦労があってみたいな時期だったりもすると思うんですがです、ね、本当に、うん、ただ結構、あのー、あんまり夜寝るのが結構遅いタイプでもともと私がだからまあそんなにこう夜更かしは苦ではないんですけどただなんて言うんですかねやっぱこう細切れに起きて寝て起きて寝てみたいな感じなんで、うん、なんかでも慣れってすごいですね人って。なんか最初はなんか えなんかこんな明け方に起きるなんて何年ぶりかしらとかあったんですけどなんかやっぱそういうリズムが定着してくるとなんかパッて起きられるるスイッチみたいなのがなんか増えるんですよ絶対起きられないタイプだと思ってたんですけどなんかちょっとした物音にもフってこう起きられるようになったんで多分なんか脳が起きてるんでしょうねどっかで。 あどっかで。あ、ずっとアドレナリン人間みたいになっちゃってて。はい。で、より元気出てる感じ。そうなんですよ。松尾もそうだよね。そう。全然、あの以前のトマさんと変わらなすぎるぐらい変わる。そう。元気です。一言でいうと、一言で元気ですよ。元気なんですよ。そうでしたか。まあ、それはもうね、あの、ご本人にとっても、お子さんにとっても、一番いいこと。だと思いますけど。そうですね。そうすると気になるのは。 じゃあいわゆるこう身ごもってる時にプログレッシブってアフレコやってたんですかそうですそうでしたよね。そうでしたすごい懐かしいそうでしたあらあらだったんですけど一緒には通れなかったよねスケジュールの兼ね合いかそう、つぐつぐと一緒に一緒に撮ってませんでした一緒に撮ったっけやばい私の記憶がサウンドインでうん。 通りましたよ、ね。そうだ、私二回に分けて取ったからだ。あ、そう、そう,そう,そう,そう、そうだ、そうだ、そうだ、<え>だから、そうだ、そうだ、そうだ。一回は。はい、はい。火曜日。また。あ、お。ぽ。むす。